マルコフックはドイツのプロボクサー。セルビアのシニザ出身。元 WBO 世界クルーザー級王者。10歳の時にテコンドーとキックボクシングを始める。15歳でボクシングも並行して始めるがキックボクシングを主体として活動していた。17歳の時にアマチュアキックボクシングのヨーロッパ選手権で優勝。18歳の時には世界選手権で優勝を果たす。 この後にアマチュアボクシングへ完全に転向。アマチュアボクシングで15戦無敗の戦績を残し、19歳の時にプロボクシングへ転向した。2004年11月7日、ニュルンベルクでプロデビューし、初回 TKO 勝ち。2007年5月26日、IBF クルーザー級5位のバディムトカレフと IBF 世界クルーザー級王座挑戦者決定戦を行い、2から0の 判定勝ちで、指名挑戦権を獲得した。2007年12月29日、IBF 世界クルーザー級王者スティーブ・カニンガムと、指名挑戦者として対戦し、プロ初黒星となる12回1分56秒、TKO 負けを喫した。その後、IBF インターコンチネンタルクルーザー級王座、エブ欧州クルーザー級王座を獲得。2009年8月29日、 ハレのゲリー・ウェバー・スタディオンで WBO 世界クルーザー級2位として WBO 世界クルーザー級王者ビクトル・ラミレスに挑戦し3から0の判定勝ちで世界王座を獲得した。2009年12月5日 WBO 世界クルーザー級暫定王者のオーラ・アホラビと王座統一戦を行い3から0の判定勝ちで王座統一と初防衛に成功した。 2010年3月13日、WBO 世界クルーザー級11位のアダム・リチャーズと対戦し、3回2分30秒小勝ちで2度目の防衛に成功した。2010年5月1日、WBO 世界クルーザー級5位のブライアン・ミントと対戦し、ミント側の危険による9回終了時 TKO 勝ちで3度目の防衛に成功した。2010年8月21日、 エアフルトのメッセイアフルトで WBO 世界クルーザー級8位のマット・ゴドフリーと対戦し、計算度のノックダウンを奪って、レフェリーストップによる5回2分18秒、TKO 勝ちで4度目の防衛に成功した。2010年12月18日、ベルリンのマックス・シメリング・ハレで WBO 世界クルーザー級1位のデニス・レベデフと対戦し、 4回に暴ら骨を痛めたが2から1の判定勝ちで5度目の防衛に成功した。2011年4月2日、晴れのゲリー・ウェバー・スタディオンで WBO、世界クルーザー級10位のラン、中州と対戦し、3から0の判定勝ちで6度目の防衛に成功した。2011年7月17日、ミュンヘンのオリンピア・アイス・シュポル・セントルムで WBO、 世界クルーザー級1 5位の元 WBA 世界、ライトヘビー級王者ウーゴガライと対戦し、1回と10回にダウンを奪って、レフェリーストップによる10回1分10秒、TKO 価値で7度目の防衛に成功した。2011年10月22日、ルートビヒスブルクのアレーナルートビヒスブルクで、WBO 世界クルーザー級1 5位のロケリオ、ロッシと対戦し、 4回終了時には、ゴング後の攻撃による反則で減点を受けたが、3回と5回に、ダウンを奪った末に6回1分9秒小勝ちで8度目の、防衛に成功した。2012年2月25日、WBO 世界クルーザー級王者のまま、シュトゥットガルトのポルシェアレーナで、WBA 世界ヘビー級王者のアレクサンデル、ポベトキンと対戦し、12回0から2の、 判定負けを喫しに階級制覇に失敗した。WBO はフックがポベトキン戦に臨んだことに伴って、同年3月3日に WBO 世界クリューザー級暫定王座決定戦を行うよう、オラアホラビとバレリー・ブラドフに指示、フックには108日以内に王座統一戦へ臨むか王座を返上するか2週間以内に選択するよう求めた。2012年5月5日、 エアフルトのメッセイアフルトで、WBO 世界クルーザー級暫定王者のオラ、アホラビと、王座統一戦を行い、1から0の判定で引き分けに終わり9度目の防衛には成功したが、王座統一はできなかった。2012年11月3日、晴れのゲリー・ウェバー・スタディオンで WBO 世界クルーザー級8位で、元 WBA 世界クルーザー級王者のフィラット、アルスランと対戦し、 3から0の判定勝ちで10度目の防衛に成功したが、アルスランが勝っていたと判定に疑問を呈す声も多く上がった。2013年2月26日、マイアミで暫定王者オラホラビトの WBO 世界クルーザー級王座統一戦の工業権の入札が行われ、ドンキングが150万ドルで落札したが、キングが全金を準備できず、権利を喪失したため、 約94万ドルを提示したフックを要するザウアーラントイベントが工業権を獲得した。2013年6月8日、ベルリンのマックス・シメリングハレで暫定王者オラー・ホラビと王座統一戦を行い、2から0の判定勝ちを収め11度目の防衛に成功した。2013年9月14日、フィラット・アルスランと10ヶ月ぶりに再戦する予定だったが、 フックが試合1週間前のスパーリング中に左肘を亀裂骨折したことにより2014年1月25日に延期された。2014年1月25日、シュトットガルトのハンス・マルティン・シュライアーハレで WBO 世界クルーザー級1位で元 WBA 世界クルーザー級王者のフィラット、アルスランと1年2ヶ月ぶりの再戦を行い、6回1分56秒。 tk o 勝ちを収め、12度目の防衛に成功した。2014年3月29日、ベルリンのベロドロームで、ミルコ・ラルグ・ヘッジと対戦する予定だった、IBF 世界クルーザー級、王者ヨアンパブロエルナンデスが病気で欠場となったため、5月3日に、試合を予定していたフックが試合を前倒しして、代わりに、ラルグ・ヘッジと対戦することになった。 しかし試合3週間前のスパーリング中に、フックが親指を骨折し結局工業は中止となった。2014年8月30日、エブヨーロッパ連合クルーザー級王者で、WBO 世界クルーザー級12位のミルコ、ラルグヘッジと行い、12回終了間際に、フックの猛攻でラルグヘッジからダウンを奪ったが、これは終了ゴング後の攻撃によるものだと、リフェリーが判断したため子は認められず、 3から0の判定勝ちを収めた。この勝利により、ジョニー・ネルソンと並ぶクルーザー級最多大記録の13度目の防衛に成功した。後日記録に並ばれたネルソンが、俺が現役復帰してフックを倒すこともできるだろうとフックを挑発する、発言をした。2015年3月、WBO がクシュ、くシしと不遇馬月と指名戦を行う、よう指令。 両人営で強引に達しない場合は入札になるとのこと。フックスポーツエンターテインメントを設立し独立したことに伴いウィルフリード・ザウアーラントのザウアーラントイベントを離脱することを決め、ザウアーラントイベント専属トレーナーのウリウェグナーと決別。新トレーナーとしてバーメイン・スタイバーンのトレーナーを務めるドンハウスを雇った。2015年6月12日。 アメリカデビュー戦で、シカゴの UIC パビリオンで、メインイベンターとして、WBO 世界クルーザー級1位のクシシュトフ、グーバツキと指名戦で、対戦予定だったが、試合中止となった。2015年8月14日、ニュージャージー州ニューアークのプルデンシャルセンターにて、スティーブ・カニンガム VS、アントニオ・ターバーの前座で1年ぶりの試合となる、アメリカデビュー戦を行い、 WBO ヨーロピアンクルーザー級王者で、WBO 世界クルーザー級1位のクシシュトフ、グーバツキと対戦し11回2分39秒小負けを、喫し、クルーザー級防衛最多新記録となる14度目の防衛に失敗するとともに6年間守った王座から、陥落した。2016年2月27日、晴れのゲリーウェバー・スタディオンで、 イボ世界クルーザー級王者オラ・アホラビと対戦し、アホラビの10回終了時に棄権したため王座獲得に成功した。2017年3月28日、トニー・ベリューの名誉王座認定に伴い WBC 世界クルーザー級1位のマイリス・ブリエディスと WBC 世界クルーザー級2位のマルコ・フックの間で WBC 世界クルーザー級王座決定戦を行うよう指令を受けた。 2017年4月1日、ドルトムントのベストファーレン・ハーレンで WBC、世界クルーザー級1位のマイリスブリエディスと WBC 世界クルーザー級王座決定戦を行い、12回0から3の判定負けをキッシーボ王座は、初防衛に失敗、WBO に続く WBC での王座獲得に失敗した。2017年9月9日、 ベルリンのマックス・シメリング・ハレで行われたワールドボクシング・スーパーシリーズ・クルーザー級順々決勝で WBO 世界クルーザー級王者のオレクサンドル・ウシクと対戦し10回2分18秒 TKO 負けを決し2年ぶりとなる王座リりキとはならなかった2019年5月17日コネチカット州レッドヤードのフォックスーリゾートカジノ内、MGM グランドアット フォックスウッズにて、ニック・グリバスと4年ぶりのアメリカでの試合を行い初回57秒 TKO 勝ちを収めたが、レフェリーの不手際で無効試合に変更された。ありがとうございます。